うまく覚えれば、うん、体は疲れないかなって思いました。とても勉強になりました。奥が深いというか、でもとても勉強になりました。今日教えてもらったことを実践で生かしていきたいので、親子で練習して生かしていきたいと思います。レベルアップしたような、うん、気になってます。さあ行きましょうか。はい、はい、真夏の東京講座です。はい、おはようございます。おはようございます。今日もね、たくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、たまたまね、今日もね、皆さんにお集まりいただきましたけども、まあ、一人でも私たちは開催しますので、まあ、カメラの向こうの方ね、見てる方ね、安心して、ご応募いただけたらなと思います、はい、同じテンションでね、一人であろうが満員であろうが一緒だと、はい、伝えることも一緒だということをまずお伝えしておきたいと思います、はいはい、で皆さんそれぞれね、目的があると思います。で受講動機、まあ、受講動機はね、もちろん皆さん一緒ですよね。ガチガチさんの壁を突破したり、またはそのガチガチさんに対応するテクニックを取得したいということで来られてると思うんですけども、あとはその技術レベルですよね。目指すどこまで目指したいというのはそれぞれなんで、まあ、それは私たちはね、1回の受講でも結果出るように、ね、一生懸命、今日7時間ぐらいですか。そうです、はい、今日なんか37度になると言われてるんです、東京はね。けど、まあ、その暑さにも負けず、その、ね、熱い講座をやっていきたいと思いますので、でしかも楽しく、ね、やっていきましょう、ね、あんまり暑いだけやったらむさ苦しいので楽しくやっていきましょうね。はい、と、はい、いうことでございます、はい、どうですか。おはようございます。おはようございます。で去年の10月、はい、皆さんの側に立っててこの講座を受けました。で今こうして今度はこちら側に立ってるんですけども、教わった施術を一生懸命なぞってやってます。で昨日お客さん 4,5 人やらさせていただいたんですけども、2人の方施術の途中延長入れていただいたんですね。自分にとっても同じ日に延長していただいたのは初めてだったんで、非常に嬉しくてモチベーションが上がりました。一重にここで教わったことを繰り返しやって、まだまだなんですけども日々向上してやってます。で皆さんもそういう風になれると思います。一緒に今日一日頑張りましょう。お願いします。はい、ね、今日体温よりね、はい、外気が高いっていうね、はい、はい、そうですけど、はい、緊張してますなんかね毎回緊張しちゃうんですもう今日は、はい、もうとにかく間違ってください、ね、間違った感覚を、まあ、指先に実際覚えてもらって、まあ、現場で、あ、これ確か違うって言ってたなと、ね、そういう修正できるように指先の感覚をとにかく間違ったものと正しいものをね、覚えていただいて、あとは現場で自分でね調整できるように、なっていただければなと思いますね。もうとにかく恥ずかしがらないで何でも聞くとか、もうどんどん迷ってないでとにかく押してみる、ね、で間違ってたらこことこうだよ、そこ合ってますよ、いいですよって、ね、その都度、言ってきますんで、ね、恥ずかしがらずにどんどん前に来てください、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、もうそうなんです。知らなくて当たり前なんですよ。できなくて当たり前なんで、わからないことはわからないでいいです。今学べばいいですからね。で僕たちもその皆さんが今立ってる経験っていうのは一通り通ってきてるんですよね。悩みだったりできなかった時もあったし、ね、そういうのも経験してここに、やっとこさなんとかできるようになってるんで、やっていきましょう。で僕さっき話してて途中で終わってたんですよ、ね、なんか話途中だったんですけど、その目安レベルっていうのは人それぞれなんで、まあ、その1回の受講でも結果出るように指導しますし、でもっと完全習得したいっていうんであれば認定目指せばいいでしょうし、そのね、それぞれのサロンさんとかそのセラピストさんの主義っていうのがありますから、それにプラスアルファっていう考えであったら、まあ、数回でもいいでしょうし、それはねそれぞれの目的があると思うんで、それに合わせて受講していただけたらなと思います。でそのアフターフォローですけども、この後希望者の方とは LINE 交換させてもらって、もう何でも技術的なことでも何でも相談いただいたら返答するようにしてますんで、そういう形で、一緒に頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、なんかないですか、質問ないですか
はい、わかりました。はい、という形で、真夏の東京講座やってまいります、はい、よろしくお願いします。ひんちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。長かったですね。長かったですね、今日は。はい、疲れましたか。いや、でも、体の使い方だけを、うまく覚えれば、うん、体は疲れないかなって思いました。あ、思いました、はい、あ、それ分かってもらったらね、大ボッキーですね、はい、なるほど。他に何か勉強になることありました？何ですか、うん、やっぱ筋肉に対しての角度、入れ方、力の、うんうん、とか、あとは何ですか。いいんです、いいんです。いきなり一遍に覚えれないからね。そうですね、うん、あと楽しくできましたか。楽しくできました、はい。先生のおかげですわ。上から別に。それ今投げやりに言ってません。投げやりに言ってません。大丈夫です。はい、よかった。お母さんどうなんですか。勉強になりましたか。とても勉強になりました。本当に初めて知ることが DVD で勉強してきたはずが、うん、やっぱり実際となるととても難しかったんですね、私にとって。はいはい。はい、だけど、やっぱり何度も何度も練習重ねて、はい、覚えていかないとやっぱり。奥が深いというか、うんうん、でもとても勉強になりました。 ありがとうございました。ありがとうございます。そうなんです、奥深いんでね、はい、とりあえず今日学んだことはすぐ実践で使ってほしい。そうですね、でもね、はい、親子で来られてるんでね、はい、やり合ってくださいね、覚えてるうちにね、はいはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さっちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どんな感じですか、一言でいいです。一言で言うと、はい、力の入れ方加減と、はい、あとポイントポイントの入れ方が、はいはい、その自分の DVD で見てたのとはちょっと違ったので、うん、やっぱり実践と、うん、あとその映像とで見るのとはやっぱり違うので。そうですね、はい、うん、なので今後はちょっとその今日教えてもらったことを、はい、実践で活かしていきたいので、はい、親子で練習して活かしていきたいと思います。はい、はいはい、よく喋りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、でも本当に、ね、その今回は指の感覚っていうのを DVD では分かんないから、この指の感覚っていうのをなんとなくでも分かってもらえたかなと思います、はいはい、この感覚忘れないうちにね、はい、帰って本当にまた繰り返し反復練習してください。はい、はい、分かりました。で、何か分からんことあったら、はい、僕をフル活用するんですよ。はい、いっぱい聞いてくださいね。はい、はい、もうせっかく来てもらったから絶対活かしてください。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。 M さん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、一言で言うと今日はどんな講座でしたか。ちょっとだいぶ濃くてちょっと一日で覚えきれないんで、ちょっと覚えたところは明日から試してみようかなと思ってます。はいはい、できなかったところをちょっと見直して、はい、復習して、はい、使っていきたいと思います。なんか可能性的なものを見出せました。え、ちょっとレベルアップしたような、うん、気になってます。はい、はい、ありがとうございます。きっとレベルアップすると思います。はい、はい、頑張っていきましょう。はい、どうも、すいません、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。